毛利元道6月8日から1976年1月22日は、日本の家族、陸軍軍人。貴族院議員。旧長州藩主下、毛利家宗家の当主。借位は公爵最終階級は、陸軍砲兵少佐。1916年3月、学習院初等学科を卒業。その後、陸軍地方四年学校に進学。 1925年7月25日、陸軍士官学校を卒業し、同年10月26日、陸軍砲兵将尉に任官。陸軍砲工学校、陸軍野戦砲兵学校で学び、1937年、ドイツに留学。陸軍防空学校教官剣道、研究部部員などを務め、陸軍砲兵少佐に昇進した。父の死去に伴い、 1938年11月15日、公爵を就職して、貴族院公爵議員に就任し、1946年2月21日に、辞職した。戦後は、ユネスコの活動に深く関わり、日本ユネスコ国際委員を務めた。その縁もあって、かつてのユネスコ村には、高輪の毛利邸の門が移築された。また、 日本国連協会山口県副本部長、山口県公安委員なども務め、その功績などから1968年11月には、君三島局日中受賞を受賞した。1976年1月22日、急性肺炎のため、山口県豊富市のサンタジリ病院にて死去。ボーイスカウト、山口県連盟の広報誌、百万一新のタイトル字は、 元道の辞書である。ありがとうございます。